まあ、相当中盤でのプレッシャーきついですからね。なかなかフリーな選手、はい、ああ通りましたね。右サイドミスト、はい、ジェフのミストが上がっていく。中央には平山が待っている。ミストが上げて韓国がボールを持っている。そして右サイドキムチャンスから大きく前線へ。おっと危ない、ヘディングだ。おっ危なかった。ランダで経験を積みました。平山翔太、サイドから来る。ああさあ日本がつないで、平山、家永上がってきた。ガンバ大塚クロスボールが入ってくる。いいボールですよ。サイド水野からゴール前。詰めている選手がいませんでした。日本が進んだ場合もこの韓国と当たる可能性はまだありますので、はい、サイドから家永、ガンバ大塚上がってくる。ああいい展開ですよ。家永からさあまた水野へのホットライン。ここからどう攻めていくか。水野が勝負に行くか。上げてくる。平山はどうか。おっと、そして再び家永、ガンバ大阪仕掛けてくる。ここからの展開が日本の今日の特徴です。上げてきて、ゴールキーパーです。ここですよ。まで良かったんですけど、ニアサイドに勝利入ってファーサイドにもう一人来てほしいですよね。まあ、2人入ってね、はい、平山、いや落ち着いてますね。こういったところを落ち着いて落として、はい、梶山 FC 東京、そしてセレッソ大阪の小手口。梶山のミドルシュート、はい、まあ、これが今の1本のシュートがどういう展開に、ね、つながっていくか、はい、あ逆に攻め込んできたのは韓国です。ついてますよ。しっかりとついている千葉。千葉がプレッシャーをかけた分センタリングに精度がありませんでした。いやでも今3番千葉よく、ね、体寄せてきましたよね、はい、あとここ危ない、奪われた。あてよ今、そして逆にフォームからゴール前へ。あーと見られてしまった。あオフサイドですか。アウト。上位2チームに入ると最終予選進出。最終予選は12チームが3つのグループに分かれてそれぞれ総当たりのリーグ戦を戦います。1位になりますと文句なし、北京オリンピック出場権獲得ということになります。の茨の道がまた始まります。あこれ大きな展開ですね。さあこの大きな展開が今日の日本の特徴。水野、ジェフ、そして中村北斗、アビスパ上げてきて平山ヘディング。